ルルママ、虫垂がんになったってよ。検査時の心理。私ががんの手術前後に受けた検査より、嘔吐、吐き気、夕刊で造影剤 CT を取った時の心理。股間が生温かい。やばい、漏らしたかな。造影剤を血管から注入すると、体全体が熱くなります。全身に造影剤が回るんでしょうね。顕著なのが股間です。でも漏れてはいません。ご安心を。大腸内視鏡検査を受けた時の心理。痛いって聞いてたけど、寝ている間に終わったじゃない。ラッキー。大腸がんのがんともによれば、麻酔なしで肛門に入っていくのは気持ちいいそうです。彼女だけでしょうか。大腸検査の前に下剤を大量に飲まされます。これが涙目。飲んだら終わりじゃない。腸がきれいになったか、看護師さんにトイレの排泄物を見せるんです。看護師さん、尊いわ。胃カメラを飲んだ時の心理。胃がんの可能性もあるのか、勘弁してくれよ。慢性胃炎の私は3年前まで毎年胃カメラを受けてきたのですが、コツは力を抜いてゆっくり鼻から呼吸すること。それで寝るほどの麻酔なしでも、できる検査だと思いますが、手術前の検査は麻酔したので寝ている間に終わりました。喉だけの麻酔だと意識もあり、胃の中でカメラがぐるんと回るのがわかります。腹を突き破らないエイリアンのようです。腹部エコーを受けている時の心理。お腹にジェルを塗って機械を押し当ててみるだけなので痛くもないです。MRI を受けている時の心理。ここはロックフェスですか？布袋寅泰さんどこ？痛みがないから楽勝。でも轟音がするんですよ。何かの参考にしてくださいね。